ホテル日光裏に遅くまで開いている中華の新たな名店が今宵中華主催インファで味わいの時。カウンターがまあなんとも立派ですね。ありがとうございます。中華は作るところもダイナミック で楽しんでいただけたらなと思いまして、こういうカウンターにしました。なかなかないですよね。そうですね、熊本では珍しいと思います。あの厨房がねこうやって見れるお店はたくさんありますけども、いや本当にこれはすごいな。インファは随分遅くまで開いてるっていうことで。はい、2時までやってます。2時、はい、遅くまで仕事していらっしゃる方たちがご飯を食べに行こうって言った時になかなか開いてるお店がないので。インファの名物料理っていうのはどういうのがあるんですか。牛すじ入りの麻婆豆腐を。四川のもう代名詞みたいなもんですよね。はい、それからそれから当店自慢の担々麺を。はい、大好きなんですよ僕担々麺。銀白のハイボールで乾杯しましょうか。中華主催インファに乾杯。乾杯。乾杯。厨房をこうやって見れるといいね。はい、日本生まれの四川料理の代表麻婆豆腐。こちらでは上質な黒毛和牛の筋が入っているとか。これ1人前ですか。大体2名様分ぐらいですね。あ、2名でね。はい、おいただきます。あ、うん、いやこれは美味しいですね。辛さの中に牛 の甘みがね、はい、味がものすごい深いですよね。はい、A5 ランクの牛すじが入ってますので。すごいな。ハイボールとまあ見事にマッチしますね。あ、夜中華の締めは担々麺で、麺にもスープにもごまにもこだわり抜いた担々麺のお味は。ものすごいうまい。ありがとうございます。赤鶏のガラのスープと、あとは自家製のラー油です。お客さんがですね、地球最後の日にこの担々麺を食べたいって、うん、はい、言われました。いくつらいの方ですか。高校生だと思う。高校生、はい、高校生の女の子です。あ、本当、はい、どういうふうなお店にしたいしになっていきそうですか。はい、お一人様でもカウンターに座ってお酒と中華を楽しんでいただける、そういうお店にしていきたいです。1軒目でここでがっつり食べてもらって、その後飲み屋に行かれて締めにまた帰ってくるっていうお客さんもいらっしゃいました。ホテル日光裏の中華主催インファ、秋の夜長にぴったりの夜中華でございました。中華主催インファのこれからに乾杯。乾杯。皆さんも用意しますよ。